お、シーラ・ガンジーがいっぱいおんな。平和主義者がいる。でもあいつ普通に戦ってたやろ。ガンジーって普通に戦ってたかったっけ。そもそもガンジーってなんだっけ、守りのため の、 あの攻撃をやオッケーみたいな主義やん。そうだから普通に戦ってたやろ、うん、あの人、うん、全然殴る蹴るなどの猛攻をやってたやろ。うん、これ真珠か。真珠だ、真珠あった。きたー、ほらな、ほら画面真っ暗でなんかよくわからんけど真珠だこれ。おお、結構取れたよ今のだけで113個真珠ある。はい、ナイス。はい、ナイス。帰ろ、死ぬ前に帰ろ。おう、うん、こんだけあったらええわ。よかったね。よっしゃー、これで俺も頑張ってテームした上でネロや乗れる。これ乗れるやん、絶対絶対乗れるね。きたー、織田裕二が世界陸上に来たー。それザキヤマへ。ザキヤマな。いや、ちょっと遠くて。あれはないん。え、コスモ、コスモがおる。雲。コスモ。俺辺の雲がおる。新生物のコスモってやつ。何コスモって。コスモってあれ、小宇宙。小宇宙やんな。小宇宙のこと。先生やー。来た。文明が進む音がしてる今。ザンギリ頭。はい、完成。来たー、ありがとうございます。ナイス。速攻で取って、横から取っていきます。はい、来たー。はい、来たー。はい、来たー。はいー。はいー。ヤスコもびっくり。はいー。おい、ラベちゃんいるやん、殺していい。殺すわ。うん、こうやって調子乗ると死ぬね。はいー、はいー、はいー。そんなラベちゃん強いちゃうか。銃やった。はいー。弱いー。はい、怪我はー。それが心配なのね。確かに。あ、コスモ、え、下にコスモおる。何コスモって。俺のさ、高校の時のさ、同級生がさ、コスモスクエアで毎回さ、降りるからコスモってあだ名やってんけど、かもしれん。知らんわ。え、そんなとこで降りんねん。あ、こいつか。これどうやってテーブするん。モブズテイル、おい、DLC を。あ、殺せ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 、こんなやつ。課金してねって書いてあった英語で。ああ、殺した。金属鉱石があれば取りたいけど、これらどこに向かってすんだ。だってこれ上行ってるもん。絶対金属鉱石あるとこちゃうやろこれ。なんか上層やん、どう見ても。坂登ってあるもんだって俺たちこれ。うん、これはこっちに行く。僕が単独行動なんかしたらこいつ死んでしまう。ああ、いたぞ、バジリスク。ああ、マジで殺すわ、殺すわ。逃げられへんから、逃げられへんから、逃げられへんから殺せ。レベル20はいける、いける。毒吐かれたら前に進め、前に進め。もうもうこいつも毒ギリの中で戦ったら死ぬぞ。こいつレベル20のくせにしぶといな。おお、殺した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 。ついに因縁のバジリスク。バカかよ。ざま調子乗りやがって。おお、だいぶレベル20でやっぱクレーターある、クレーターある、クレーターある、クレーターある。ああ、報酬きた。おう、やった。なんじゃろほい、ゴミ。まあ緑だし。なんかこの高さやったらそいつ滑空したらどこまでもいけそうやな。ああ、割といけると思うし。うん、ハマ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 つって。よっしーじゃん。ハマ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 。翼使うか足使うかの違い。うん、え、これはこれは何、どこ行ってるこれ。ぐるっと一周回るコースを生きよる、うん、めっちゃいる。 うわぁ、すごい。うわ、ロールラットが。もう無視せえ、無視、無視せえ。無視でいいんじゃねえ。うん、横通りますよ。ちょっと通ります、ちょっと失礼しますね。あ、金属鉱石じゃないこれ。え、あった、違うかな、普通の岩かな、普通の岩っぽいか。普通の岩っぽいな、これ。普通の岩っぽいよな。いや、わからん。テクスチャがアイランドと違うかもしれんから。ちょっと一回アイランドは黄色やから。あ、これじゃねえ。あ、いやでもなんか違いそう。あ、違う。あ、違うか。うん。パー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 っていう感じの景色でもなかったわ。した。暗いもんな、もう。ああ。でも割とあれやな、もう半分来たな、池の。回れんのかな、これ。池の周り。それはずるい。それは無理だ。架空で行きやがった。なんか狙われてるぞあれ。15レベルの
わ、ワニいないか、下に。ほら、いるんかな。なんかいるぞ、なんかいる、なんかいる、なんかいる、あのスペドンの後ろ、なんかいる。なんやろ、何がいるんやろ、ほら。るあ、殺されたっぽい。旋回能力で。旋回能力の低さで、おい、立ち回らされてる。何がいるんやろな、あれ下。なんか見えてんねん。おい、遠いって、お前はまだ1000メートル先やん。いや、そもそも動けないんだもん、ここ。まあ、今のうちに行くか。あの、バカがぐるぐるやってる間に行こうぜ。行こうぜ、ほら。もう俺、走り抜けるわ、俺。全然。行けそう。ついてこれてる。あ、いや、無理。ラベジャー3匹に襲われた。あー、行くわ。てか、この先あれやわ。あの、いたわ。あの、大蛇が。やばい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 。もう体力半分。あかん、死ぬかもしれん。助けに行くわ、助けに行くわ、俺。死ぬかもしれん。あー、死んだ。あー、待て、行く、俺も助けに行くわ。で、暗くて見えねえ。何も見えねえ、こっくらい。はいはい、倒した。ラベジャーは倒した。電気グループ光れ。暗すぎて何も見えん。拠点遠いな。遠すぎるな。やっぱこっちは上。バジリスク、バジリスク、サイレン、バジリスク、マジでできた。地面。なれべ。わからん。いや、とりあえず下がる。見る前に。うわ、危ない。レベルわかる？いや全然もうでも戦うしかないわ。こっち来てるもん。戦ってます。35。レベル35。いける。口元いかんようにちょっと後ろ回るわ。おい、そっちどこ行った？どこ行った？ああ、いや俺は大丈夫。いた。いい。どっか行った。後ろ回られた。はい。やっぱマジ強い。また俺ケアはない。ああ、やばい。ない。左。どこおる？これ。そっち。それレベル見れるけ。あ、でももう血だらけやわ。はい、これが10や。これが10か。これが10か。おー。何発信するの？なんだあれ。これでも下降りた。絶対死ぬで。K は絶対死ぬ。僕は少なくとも多分ここをだって降りるだけで落下ダメージだけで死にそう。てかこっからさ弓打って1匹ずつ殺せばいいんちゃうもん。いやー、それやばいって時間。でももう無理やろ。これここからルートあるだって。このキノコの山をマリオみたいにポンポンって言うね。お前はいけるけど俺ら行かれへんやろ。あー、カルキノスとスピノあれ、なんか見つからずにワンチャンいかれへんかな。あいつバレずに通れそうやわ。よし、それ見つかれへんやったら見つからんようにしてやる。俺は見つからずに行けた。右の壁沿っていったらいけたよ。この壁沿い。ああ、いやでもな、これ K 先行かせて K が見つかったら終わりない。いや俺が先おるからね。オッケー、大丈夫そう。はい、帰ってきた。はい、帰ってきた。大冒険。マイホームだ。息一周するっていう。何の成果もない。何の成果もない大冒険。大冒険。なんならマイナスや、一匹死んだわ。グアノドンサドルは木材革繊維。余裕や。木材革繊維って何それ？ジョイマン？77。木材革繊維。繊維。久しぶりにその名前も聞いたな。